ちは電車太陽です。今日はこの、やつを紹介します。ちょっとこの中に何が入ってるでしょうか。もしかして普通の、カズスイッチのビアが現れたらやばいんですが、横須賀線現れますんですから、そーっと開けてみます。じゃん、超粘土で作ったメロンパンです。あとこれを乗せられます。こうやって、一つだけ食べかけのメロンパンがありますね。で、一番うまくできたのはですね、これです。うまいですよね、この線の形が。で、これ結構メロンパンがありますよね。あと、これを乗せてトラックで発車。それでこうやって積んで、パン工場も作っていますぐらいの、クオリティですね。はい、こうやって入れてパタンとして持って帰るんですが、ここの辺にお菓子です。これアンパンマンがどっちとも映ってますよね。ちょっと描いてみました。ちょっとこの粘土のも分かりますか。これも作ったやつなんです。フォークスプーン。今日はこのメロンパンの息、8個のメロンパンですね。中古のメロンパンでした。中古のメロンパンを紹介して結構多く作りましたね。じゃあ最後はちょっと誰かを呼んできますか。ちょっとドカーンってシャーリーとか言ってますけど、ちょっとお待ちください。シャーリー、ブシャーリーいる？もう、バイキンマです。こんにちは、シャーリーです。こんにちは、ブシャーリーです。はい、今日は3人のキャラクターが出てきました。おー、やっほー、ピュー。あ、ちょっと待っててください。ピューごめん、映せない、上すぎて。バイバイ。あらか下だよ。バイバイ、キースティー。バイバイ、キースティー。上すぎるよ。はい、ピュー。あら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 、落ちるよ。ぽよん、さようなら。あ、ちょっと1分待って。よいしょよいしょ。じゃん、こんな感じです。どこをかけてやる。ブワーン、ピューッとか。はい、こんな感じです。